気づいたら何もない部屋に閉じ込められていました。謎解きをすればここから脱出できるらしい。ってことで頑張って脱出するぞ。はい、ということで、本日は何ここ、なんとね、謎の部屋に閉じ込められてしまいました。閉じ込められたぞ。なんで、何もしてないのに。とにかく何を言ってもしょうがないから、ここから脱獄することだけを考えよう。脱出しましょう、この謎の部屋から。そして外には何が待ち受けているのか。なんだろう、ちょっと見えるけどね。とりあえずね、ここにチェストがあるんだ。確かに。開けてみましょう。3、2、1、オープン。何入ってる、何入ってる、気になる。レバーが入ってました。ということで、ここね、ここにつけて、脱出。おお、鉄の扉、レバーが必要ってやつね。知ってる。ん？そう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 。鉄の扉、レバーがないと開かないからね。ってことで、なんか、あっさり脱出できたけど。ん？Welcome to Room Escape. あれマキー、僕たちさ、これ脱獄に成功したなと思ったんだけど、今なんかこっから始まりらしいよ。まだ？ね、部屋がたくさんあって、そこをね、すべて脱出せよ。だってマキー、とりあえずいっぱい部屋があるらしい。どんな部屋があるんだ。ちょっと待って、これが第一ステージか。ここに鉄の扉があって、この鉄の扉開けるのが正解っぽいね。そうだね、この鉄の扉はどうやって開けるかなんだけれども、ここにね、レッドストーンがある。マキー、はい、これ簡単じゃない？簡単っすけど何？どうやるの？だからさ、これレッドストーンここにさ、なんか無駄にあるじゃん、ここと。はあ、はいはいはい、ありますね。このレッドストーンを削って、ここ。で、ここに敷くと、レッドストーン回路が完成して、鉄の扉ってレッドストーン信号が送り込まれるとね、開くから。ん？いくよ。3、2、1、オープン。ほら、ガチャ。おぉ！ OK。まだまだ簡単だな、これ。何ここ？なんかスイッチあるっすけど。押していいっすか？ミッキー、うん。3、2、1。お。ん？何これ？ここだと？ん？立たないと開かないの？どういうこと？ここの羊毛の色がちょっと違うから、この上にいないとドアが開かないのかな、これ。それそれ、僕が言いたかったの、それ。うわ、いけそうじゃん。じゃあ、マキ先行っていいよ。行くよ。行くよ、早く。僕も行くぞ。よーし。第2ステージクリア。そしてまた部屋があるんだけれども。ここになんかある。絶対これでしょ。ここに入るとか？絶対そうでしょ。入れない。ん？なんだこれ。他なんもないじゃん、この部屋。待って待ってね。なんか僕、壁にめり込んだんだけど、マキ。どこ行ったの？消えた。どこ？どこどこどこ？本当だ。僕見えなくなってる。どこ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 ？どこ？シュッ。え？え？ここ？いやなんかね、ここの壁にめり込んだ僕。おおほら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 。なんで？ちょい。なんかね、壁の色が違うね。ここ真っ白だけど、ここちょっとグレーっぽくなってる。しかも中になんかあるじゃん。おお、チェスト発見。開けましょう。スリーテマオープン。棒だ。棒をゲットしたぞ。あれ使うの？棒で扉開かないじゃん。どうすんの？考えて。名探偵全員キュン。まあ、結構こんなの中入れるんじゃない？なあ、こんな簡単なの？入れてみるよ。ちょ、本当に合ってるか分かんないけど。どうしよう、この棒が消えちゃったら。いくよ、スリーツワン。うん。おぉ、なんで？やっぱり。やったー、でも大正解だ。次はこれ。謎の部屋にまた来たぞ。ん？なんだこれ？これはレッドストーンランプ。レッドストーンランプは、レッドストーン信号が送り込まれると光るランプだよね。壊すのこれ。違う？壊せるのかなこれ。あ、待って、壊せるんじゃん。これちょっと怖いな。壊すって大丈夫なのかな？あ、わかった。何？そこの上のレッドストーンランプの奥にレバーが見えるじゃん。え、見えないっすけど。あ、見えた。あのレバー引くんだな、これ多分。届かないな。どうすればいいんだろう、これ。このレッドストーンランプ壊していいのかな。やっぱ壊すんでしょ。え？問題ナッシングじゃん。このランプって壊せるの？壊せるっしょ。これほぼできたんじゃん、これもしかして。なんで？まだでしょ。どうして？あ、そうそうそう、そこを壊して。頑張って。壊れない、届かない。真下に置いたりとかしたらどう？それを今やろうとしたんだよ、全員。マッキー頭いい。分かってるね。Thank you。 そうしたらあそこに近いところに置きたいよね。とりあえずこことこことかじゃん。あ、あそうだね、それでもいいね。取れそう。おお。あ、でも届かすけど。いいいいよ、いいよマッキー。おお、ナイス、開いていく。 Thank you。いや、こっちだってね、これこっちじゃないか。いや、マキ、そっちはね、来た方向で。しっけしっけ、ちょっと興奮して間違えちゃったよ。え、なんもないけど、この部屋。なんか、違いを探したいな。普通と違う場所、ないかな、どこか。壁にアタックでしょ。さっき壁すり抜けられたからね。そうそうそう。でもなんか今回は違うのかな、壁アタックではないのかな。全然わかんない。どうやったら脱出できるの。困ったな。これ持ってくんじゃない。それは持って行って、はい、お、サンキュー。どうすんだ。なんか壁が消えただけだけれども。何
にどうすんの？これじゃないらしいな。これを持ってくのはズルなのかな？もう一回あのレバー引く？あのレバー持ってけないかな。もうあのレバー。あ、開いてる！なんで？開いてる開いてる開いてる。え？なんで？よくわかんないけど、なんかこのレバーをもう一回引くとここが開く仕組みになってたようだね。次に行こう。ここの部屋はまたなんかここの色が違うよ。うん、気になりますね。なんかヒントかな？お？なんだろうな。あれ？3個あるよ。え？4個ある？あれ？踏むと、なんかこう、おお、だからここを踏むと、そこの色が変わって、そこを踏むと、ここの色が変わって。ここ踏んだら。そこを踏むと、この色が変わって、全部踏むと、扉が開くっていうシステムだ。なんかキャスター、何が入ってんの？怖いよ、全員。うん、僕、怖くて開けられない。うん、うん。開けて。オッケー、じゃあ開けましょう。スリーツーワン、オープン。何入ってる？何入ってる？何入ってる？じゃん。ダイヤのショベル。ピカソ！これは掘るんだな。これはもう、これは掘るの確定やな。全部掘っていく。よし、掘っていくぞ。土がいっぱいで、僕大好きだよ。土温かいよ。お、待って、マイキー、これさ、よく見たら、部屋じゃん、これ。部屋。本当だ。なんか部屋が土で埋まってるから、全部、お、ちょっと待って。全部、全部、全部。そうすると、なんかこの壁がね、土になってるの。これ絶対怪しいよね。掘れるんでしょ、ここ。これ絶対掘れるでしょ。お、こっちにもあるぞ。こっちにもあるよ。掘れる、掘れる。掘っていくのか。よかった。せっかくだよ。おお。クイズだよ、ベンチ君。ここのドア開けなくても土を掘ってクリアするのかオッケー。まあそれはいいんだけれど、また部屋がある、同じようななんか仕掛けがあると僕は思うんだけど、なんか見逃してるものとかない？壁でしょ、壁にアタックでしょ。マイキー、それ好きだね、壁にアタック。このレバーもう一回戻ろうかな、ライトのところ。もう一回引いてみる、あれ。ちょっと見てて、もう引いてみるよ。オッケー、見てるよ。もしかしたらそのマイキーのさっきのレバーを引くことで開くかもしれないからね。いいよ。開かない？もう引いてる。違うのか。全然開かないな。どっか掘れる場所があるのかな。チェストも壊せないし。これは難しいぞ。最初の輪まで戻るのかな。え？お、目発見した。なになになに、怖い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 、何？上のね、グロースストーン割ったらなんかレバーがある。ってことで、開けていく。僕気づいたね。よし。IQ 999単位よ。何事も壊すのが正解らしいね、これ。お、なんかある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 。ここ踏んでみてよ、マキ。どうなの？あ、どん、どんだよ。これは簡単だな。踏むだけだ。そしてマキ、またある。そしてボタンもある。なんか次はね、カウントが5個並んでてボタンが1個あります。そうなんだ、これボタンマキ。あー、なんか手の甲がついた。何それ、移動速度上昇とか。おお、ボタンを押すとなんか僕も移動速度が速くなったけれども、なんだこれ。え、待って、反対側にもあるよ。え、いつからそこに、いつからったのこれ。あ、分かった、マイキー、これ移動速度アップさせて全部踏むんだ、これ。よし、じゃあ行くぞ、見てて。うん、ここで、うん、え、ボタン押していく。え、よし、開いた、開いたぞ、ペーサーだよ。やったー、開いた開いた開いた、やった。なんかいる、うん、なんかいる、マラピテがいるぞ。お、なんだこいつ。鉄のインゴットと金のインゴット焼くとボタンをくれるらしい。ないよそんなの。で、かまどがあって、ここ刑務所だよ。で、待って、ここにチェストがあるよ。なんで、何が入ってんの。まあ、とりあえず開けてみよう。スリーツーワン、オープン。マキ見て、何入ってる。石炭、鉄鉱石、うん、そして金。どういうことどういうこと、大善一君。これをかまどで焼いて、これは金と鉄をご所望ってことは、じゃあ正解ってことかい。そう、それね、これ石炭1個しかないから。えぇ、ー、ちょ、ダメじゃん。じゃあマキ、鉄を焼き終わった瞬間に金鉱石を入れればギリギリ間に合うと思う。うんうん、さすがそれでこそ善一君だ。オッケー。お、金のインゴット。で、2個ゲットした。はい、そう。で、村人に。私とどうなる？どうなる？どうなる？これと、これ。ボタンゲット。ボタンをゲット？うん。扉が開くのかと思ったんや。よし、まあ、とりあえず、ボタンで開けましょう。これ、あれ？置く場所？ここじゃね？なんか色違うよ、これ。ここだけなんかちょっと、おお、ここだ。何しない？何しない？何だ？何だ？違うんや。次の部屋は金の開発板と真ん中にレッドストーンランプが一つと。待って、これレッドストーンランプ光ってる、これもしかして。あ、待って、あ、すごい、ナイス発見。何があるの下、ちょっと僕も入りたいな。え、すごい広い。本当だ、大げさじゃないぞ、これはすごい、確かに。なんかある、すごい、なんかある、なんかある、なんかあるよ。チェストがあるじゃん。開けてみよう。スリーツーワン、オープン。
レンガブロックを発見しました。レンガで何かをするってことだな、これ。あ、待って待って。レンガで何かをするっていうか、まき、これ。金の感圧板ってさ、軽量感圧板ってやつだよね。どんな軽いものにでも反応する感圧板だよ、これ。どういうこと？どういうこと？これ、感圧板の数は ?6 個ある。そして、レンガの数も6ってことは？ってことは？え？天才？あれ？なんで？なんだこれ？ちょ、僕下のレッドストーン、じゃ、いじってくるね、マイッキー。レッドストーンランプをどこに置くのが正解なんだろう。全部の上に6個レンガを置いてもらって、そして多分どっかに置くんじゃないこれ。もういた、6個。あ、いた。ここも違うか。どうやんのこれ。どうやるんだ。これどうすればいいんだろう。困ったなぁ。マイキー、一点ね、気になるところがあるんだよ。何さ、僕ないよもう。すべて試したんよ。この部屋さ、ここに置くじゃん、マイキー。光るのね。へい。でも、ここに置くと光らないの。うん、光らない。どういうことは。どこ光るでしょ。光る。で、ここも光るの。光るよ。で、ここは光らない。光らないよ。で、ここは光る。光るよ。うん、だから何さ、何をしようっていうの。まあ、ということはさ、マイキー、これさ、6個のこの感圧板、さっきのくぼみに似てない。似てるってか同じだね。確かに。要するに光らない場所には置かないんじゃないのかな、これ。え？お、なんで分かったの。やった。全然分かんなかった。しまっちゃった。お、なんか閉じ込められたぞ。ワープして、え、何ここ。ここにレッドストーンがあって、ウェイ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 。なんかこれアスレチック系な。そうだね、アスレチックだね。これあの上に行ったら何があるのか気になるな。あそこになんかくぼみがあるからね。気になる。よし。なんでそんなのなの。チェストがある。見せて見せて見せて。開けて。頑張って。おお、ダメだ。まあよし、開けるぞ。スリッチマンオープン。あー、なんだ。このステージね、簡単だった。ここにレッドストーンがあるっていうことは、ここに設置すれば。知ってる、僕知ってるから。知ってる知ってる。じゃあマイキーにやってもらおうかな。知ってる知ってる。ほら、あれ、なんで。なんだ、僕知らない。なんで。嘘でしょこれ。なんだこれ。ここに繋げるとか。おい、え、何よ。え、マイキー、なんかここに水色の羊毛にさ、繋げたらなんか爆発するが出てきたんだけど、見て、ほら。なんで僕知らないこれ。僕知らない。知らないよ。クリア。やった。うわー、残る。おお、ボタンがあるぞ。押しましょう。スリーツーワン。開いたんじゃない扉。なわけないじゃん。確認しに行こう。開いてないよ。あ、待って、これ時間で閉じちゃうんだこれ。ダッシュしないと。いいよ、じゃあマッキー押していただけるよ。じゃあマッキー一緒に行こう。いや、僕上で待ってる。いいや、一緒に行かなくていいや。あ、開いてる開いてる開いてるっすけど。開いてる、もう突破したっすけど。よし、僕も行くぞ。ダッシュ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 。よし。 おー、なんかレッドストーンゲットした。やった。そしてマイキー、なんかこの部屋は次はなんか謎の仕掛けがあるけれども、これ何。わかんないよ、聞かないで。僕わかんないもん。チェストある。でもなんかなんとなく、お、チェスト、とりあえずチェスト開けるか。スリートマンオープン。またレバーだよ。レバーがある。なんか僕ね、なんとなく分かったんだよねこれ。面白そう。ここ、これね、砂が上にあるでしょ。あるっすけど。そこにね、穴があるの。あるっすけど。だから何さ、ディスくん関係あんの。だから、そこの緑のね、羊毛を押し出して、はあ、そうすることによってあの砂を落とすの、あの中に。ということは、まあ、とりあえずまず一回ここに置くでしょ。はいはいはい。で、緑が消えたでしょ。うん、消えた。で、次は羊毛に置けるのかな。こことかじゃん。ここだ。ほら、よし。あんけですけど。行くぞ。お、また村人がいるね。ほんで、村人から見よう、村人。紫色の染料と桃色の染料で作業台をくれるらしい。まあ、とりあえずガラス壊そうかな。はい、そうそうそう、電気オープン。何？紫色の染料とピンクの染料があるよ。おいしょ、何に使うの？だからこれを交換して。交換すると？作業台をもらって。で、これで絶対にこうでしょ。何？シャベルを作って、だってここに土があるから。そう、確か土じゃ掘れない。土は、そう、なんか出てきた。そうやね、シャベルでしか掘れないからね、アドベンチャーモードだと。ってことでオープン。レッドソン装置だ。じゃあマイキーに任せるよ、これはどうするかは。え？え？置くんじゃないの？え？あれ？
あれあれ扉の前とか置けない扉の前。ああ知ってたけど最初から違うよ。ま、また同じよ。行きましょう。お、川とネザーレンガでスプラッシュ、安心のポーションをくれるらしい。安心のポーションなんて何に使うんだろうな。あ、待って、チェストあるよ。オープン。おぉ。何もらえる？川とネザーレンガ。スプラッシュポーションをゲットした。やってみて。もしかして、これ上になんかあるんだ。ちょっと待って。溺れちゃうな、これ。スプラッシュポーションでちょっと上に行ってみよう。マキ、一緒に浴びよう。スプラッシュポーション行くよ。浴びよう、浴びよう。3、2、1。カモン。行くぞ。何の効果ついたの？安心安心。あ、また奥行けんだ。奥だ、これ奥。お、スタンドオンザハイエストポイント。高いところで行きましょう。一番高いところに行くぞ。いる？ここかな？もう怖くて行けないんですけど。高いところいるけど。どういうことだ？じゃあ、マキ、そっち側、水上がってみて、この天井に頭ぶつけてみて。上がった？なんもない。なんだ？なんだなんだなんだ？なんだこれ？どういうことだこれ？これ、どうするんだろう？どうすんの？水の中なんもなかったけど。待って、マキ、これさ。ん？何さ？さっき看板に、一番高いところに立てって言われたじゃん。高いところってさ、ここの上、行けないかな？アスレチックで。無理でしょう。お、行けた。えぇ？お、どうしたの？ここの上に木の間伐板がある。あ、そう。なんで？どこにあったの？上にあったの？うん、上にあった。そしてね、金塊を手に入れた。お、待って、村人。他にもさ、取引できるじゃん。金塊と粘土でレバー。見て、レバーゲットした。やった。レバーをこ。まあ、マキ。とりあえず、あれ、なんで？嘘。ここここ、色違うとこじゃない？あ、ここだね。ここだ。マイキーすごい。よし、次行きましょう。おお、なんか落ちた落ちた。おお、マイキー、今ね、なんかこれあるの？これ、あそこにね、チェストがあるんでしょ。あそこに行くんだ。頑張れ。ああ、無理だった。時間内にあそこの上行って。あ、惜しい。よし、行くぞ。たまたま行くん。君なら行ける。よし、行けた。すごい早い。よし。ナイスやで。じゃあ、ここにね、感圧板があるから踏んでみます。ナイス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 。何が起きるんだ？なんか起きた、マイキー。なんか出てきた、なんか出てきた。黄緑の。なんだこれ。ああ。おお、次はこっち側。こっちか。よし、来た。ナイス。行くよ。押して。踏んで、踏んで。踏んでいく。感圧板踏んで。よし、やったー。ナイスだよ。ナイスだよ。ナイスだよ。お、そしてこれは何？わかんないよ。何これ？あ、待って、チェストがあるよ。え、まだ見てない。見よ、何入ってんの？気になりますね。行くぞ、スリティワン。オープン。レンガとはしごをゲットしました。簡単じゃん。登るんでしょ？違うのかな。頑張って登るしかないな、これ。ここに設置するか。あれ、もう一個、あ、待って待って、ここにね、感圧、あ、わかったわかった。ここの 4隅に感圧板がある。わかんない。このレンガ投げるんだ。ここに1個。はい、ここに1個。あ、間違えた。はい、あ、そんなレンガ、これ難しいぞ。これできるのかな。あと上行くとか。そうかもしれないな。あ、あ、お、マキ頭いい。まだできない。よし、ちょっとやってみるよ。そこそこ、こっからアスレチックで、そこに飛び乗るのか。もう分かったけど、できない。ここにはしごを設置。え？おぉ、オッケー、これできるんだった。すごい、すごい、すごい、すごい。で、4方向に、しゃべってる。うん。レンガを投げて、すごい。やったー、やった、ミチ君。開いた？ドア。下、すごいことになってる。開いてる。やった。また何かいるよ。もうやばいよ、この人。また村人がいるぞ。この村人は、はしご4個と、レッドストーンランプ2個で作業台、ダイヤモンドとダイヤのシャベルでダイヤのクワをくれるらしいな。なるほど。いろいろ交換できるのか。そして、あ、チェストあるじゃん。オープン。なるほど。ダイヤと、棒と、種と、骨粉とガストの涙とキノコ。なんかこれ頭使えそうで難しそうだな。とりあえずマキ、何をしようか、何をするかから決めましょう。とりあえず僕はね、ここが気になる。ほら、あそこに行きたいよね。あそこに行きたいし、この中も気になる。まず作業台が欲しいな。ただはしごなんて持ってたっけ僕たち。持ってないよ。こっちから取るのかな。ちょっとこのはしご3個しかないからね。困ったな。ここのはしご取れるんじゃん。あ、取れた。
そうだね、はしご4つ必要なの。困った困った、どうしよっかな。待って待って、つかはしご3個ある時点でこの中いけるじゃん。おお。おお。普通に逃げた巻き。そしてね、チェストがある。開けて何やってんの？オープン！レッドソンランプ。おお。何に使うの？これね、村人との交換に使うんだよね、多分。次はね、他の場所。こことかどう？こことか行けそうだけれども。し、え、なんで登れたの？はしごいてくれたのか。おお、チェストある。オープンしましょう。スリーツーワン。オープン。レッドソンランプを2個手に入れたよ。なんかね、はしごの数が足りないんだよね。そうなの？ちょっとなんか、さっきも戻ったらクリアできたから、ちょっと忘れ物ないか見に行こうかな。この部屋さ、ここら辺になんかあればいいんだけどな。よし。え？何？何があった？まさか何があったの？何？チェストこんなところにあるの？ちょっと開けてみるよ。え？チェストあったの？うん。スリーディバンオープン。あ、はしごじゃん。え？じゃあ4つ揃った？4つ揃ってしまった、はしごが。やった！トゥ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 クリアだ、クリア。取引ができるぞ。脱出だ、脱出。この村人に、レッドストーンをあげると作業台が手に入ります。そしたらこの作業台を、うん、クワが欲しいよね。クワ欲しいよ。クワを使ってここを耕して、ここに小麦の種を使って植えて、うん、骨粉で育てる、そういう作戦に行こう。そうしたら小麦が手に入るでしょ。その小麦とこの持ってるガスの涙でバケツが手に入って、水が手に入るでしょ。そうしたら水とキノコでレバーがもらえる。キノコ持ってるからね。おお、初期完璧な作戦だ。行くんだぜ、行く。完璧な計算式だ。よし、ダイヤのクワを作るぞ、まず。そしてここを耕すよ、くしゃり。そしたらこの種を埋めるでしょ。シュッ。そして骨粉を使えばね、植物をね、急成長させることができるから。栄養素だからね、骨っていうのは。僕も急成長させてくれ、ね、オーケー、じゃあマキッチ一緒に草よ、育て、成長してるぞ。おー、よし、じゃあ早速小麦を取るぞ。この急成長をした、あら、僕も一緒に急成長したかったね。はい、スリーズボーン、オープン。お、お、小麦だ。はい、ゲット小麦。よし、サンキュー。ということで、この小麦を取引するぞ。小麦とガストン涙でバケツ。そう、よし。バケツでこの水を汲んで、これで水、バケツとキノコ、おお、レバーをゲット。ナイスナイスナイス。よし、で、ここに置こうかな。どこどこ、ここじゃないって思うじゃん。違うの、ここじゃないの。もうね、僕はもう騙されない。だってね、なんでここだけ色違うんだもん。本当だ、なんで知ってるの。優秀、全員優秀だよ、君は。スリーティワン、オープン。よし、やっぱりな。さすが、僕は気づかない。なんだこれ。ん、もう絵の効果ついた。絵が降ってきた、降ってきたよ。これ何、これ、あ、ジャンプ力、ジャンプ力。ちょっと待って、近くにいる人しかつかないんだこれ。ああ、あれが降ってきた。ん、何が降ってくるの。ん、見てて。うん、おお、あ、降ってきた。あ、ここにタックルすると落ちるんだ。じゃああと1個じゃん。あれ落とせば終わりじゃん。はぁ、開いた。マイキー、入ろう。やるじゃん、マイキー。バッシュ、バッシュだ。 You win。 最後は僕活躍したっしょ。ああ、最後の最後はマイキーの大活躍だったね。ってか、え、これゴールじゃない、これ突破大成功だよ、これ多分。気になりすぎる、気になりすぎるよ。しかも僕すごい気になるよ。脱獄後のご褒美？オッケーオッケー。絶対ご褒美だよ。やばいよ、絶対やばいの入ってるよ。オッケー、じゃあ開けるか。開けましょう。よし。スリーツーワン、オープン。え？何？何になりすごいの入ってたでしょ。僕知ってる、絶対すごいの入って。なんだよそれ、ゼニチキン、なんだよ。ガラスだった、なんで。本当だ、こう Here's a piece of glass、 これグラスだよって書いてあるじゃん、ここに。なんで、なんでグラスが手に入ったのか謎だけど。まあとりあえず僕たちは脱獄大成功したからね。大成功ってことでしょ、これは十分。ベイビューってことで、動画が面白かったと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね、僕たちね、脱獄マップとかやっていくのでよろしくお願いします。ってことで、バイバイ。バイバイ。動画がいいねと思った方は、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローと、インスタグラムのフォローと、TikTok 登録、よろしくお願いいたします。よろしく！よろしくね。